朝はしっかり炭水化物ご飯を食べていきたいと思います。でハムと卵、サラダ。はい、準備完了。はい、出発までちょっと時間あるんです。生姜湯飲みながらちょっとリラックスしていきたいと思います。今日はこのスパイクで頑張っていきたいと思います。いってきます。2時間前になったんでちょっと餅を食っていきたいと思います。ちょっとか後にオレンジジュースを飲んでいきたいと思います。家に帰ってきました。本日の結果と言いますと、チームとしては10対2で勝ちました。2回戦突破です。で個人としては4得点2アシストということで、まあいい結果を残したと思います。でこの後、まあちょっと疲れたんで昼寝して、で、ユニフォーム洗って、で明日も、3回戦あるんでしっかり準備していきたいと思います。では寝ます。洗濯を干していきます。まあ大体終わったんですけどね。風呂も入ったっていうことなんで、最後に締めでプロテイン飲んで明日の最後ということで、おやすみ、バイ。散歩。今日は時間があるので生姜湯を飲みながらダゾーンで試合を見ていきます。もうユニフォーム準備完了。今日はこいつ行ってきます。今日の補食たちです。ナイス。何もしてねえよ今日。来週勝ちます藤大。次は絶対勝って全国行きましょう。はい、以上。さっき今日見てた。あと温泉です。ありがとうございます。これが4年生の力。最高。ただいまってことで家に帰ってきました。そして試合も終わりました。大臣杯第3回結果と言いますと10対0で勝ちました。素晴らしい。で、個人としては、まあ、今回は後半からの出場で30分ほど出ましたね。で1得点でした。よかったですね。得点をまた決めることができたっていうのはすごく良かったです。まあ1対1の状況が2回あったのに関わらず2回とも外してしまいました。まあそこは反省点ですね。けどまあチームとしては勝つことができたんで、来週、大事な試合、準決勝ですね。準決勝あるんで、そこ勝てばもう全国出場なので、まあそれに向けて今週、いい準備して勝てるようにチームとしてもやっていきたいと思います。まあ今日の動画は多分これで終わりにしたいと思います。ちょっと疲れたんで寝て、明日に、明日のオフをしっかり満喫したいと思います。ということで終わりたいと思います。終わります。